しみり。止まれ。何者だ。出番だ。侵入者か。おとなしくしろ。笑わせ。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。動けんな。スバクタ撃つぞ。好きにしろ。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるなの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。え、ウェッジ。させんじゃねえぞ。消え失せろ。
ドさん、リフトで上に待ってるっすよ。足止めのつもりか。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬、マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。こっちのセリフだ。相手は一人、焦るなよ。集中砲火。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？
俺たちは。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえかつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。お前の剣じゃ届かない。そこで見物してな。俺にかかれば楽勝よ。ぶっ飛ばす。やる。そっちか。はい。わあ。邪魔見やがれ。どんどんよ。どけどけ。ノーテンクリーチ。気合い入れてけ。邪魔だ、どいてる。消えろ。沈め。気負いすぎるな。しっかり狙えよ。ああ、なめんじゃねえぞ。こんなものか。レーザーは一定間隔で見えます。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。余裕だね。
次この調子で行こう。日本はさっきと同じ。あ、5。簡単すぎる？クラウドいい。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに桁違い。舐めてかかる。死ぬ。策はあんのか。魔法の方が効きます。隙を狙って決めていけ。俺の見せ場だ。やっぱうわっ、この野郎。はい、逃がさねえぞ。よろけてるぜ。このまま動きを止める。畳みかけろ。あら、復活しちまったか。チャンスは自分で作り出す。もう一度行くぞ。どけどけ。はあ、そうだ。階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。ここが魔鉱炉の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。近いぞ。魔鉱で生き返るぜ。
来たら星の中か。すぐに魔法炉が吸い上げる。ここまで。刻む。どけどけ。こんなもんだ。さて、神羅が送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。システムは初めてだ。使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。こっちだぞ。辛いな。おい、こ
が。俺が出る。通らねえ。あぶり出す。ここだ。背後から狙う。ソルジャー様の活躍期待してるぜ。ほら、こっちだ。おう、こっちだな。行け。サソリの鬼気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。そっちか。暇だ。
気をつく。攻めるぞ。修復機能か。急げ、回復される前に型をつける。じゃあ燃えてきた。相手が隙を見せた時がチャンスだ。それまでしのぐぞ。あのサソリに触れてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。終わりだ。
大丈夫か？待って登れ。その方が楽だ。そうか。でダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、弟子。扉開けるのが優先だ。でも。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。バレ、5秒でやるぞ。終わりだ。急げ、あいつらと合流するぞ。早くここから出ねえとな。決めらんぞ。どんなもんかよ。行け。
助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だった。